暴徒行為を行うということ自体がもうダメですよね、はい、これ警察をやっぱり訴えるということも当然できますよ ね, きますよね。もちろんもちろん、それが正しい道なんじゃないですかね、はい、では続いてまいります。